こんばんは、しげるです。大丈夫だからね。もう安心だ。もう大丈夫。本当に大丈夫だから。今日は本当に見に来てくれてありがとう。ありがとう。大丈夫だよ。大丈夫だ。大丈夫だ。ああ、本当に。僕のこの服の色を見たらわかるよね。今日は10月4日、4日？10月4日日曜日。今日はスーパーシゲルの日だよ。毎週日曜日はスーパーシゲルが出てくるからね。僕から目を離しちゃいけないよ。分かったかい？よし。ちょっときついですか、このキャラは。いや、そんなことは関係ない。とにかく君を応援したいんだ。大丈夫だって。本当に君は大丈夫なんだ。大丈夫、大丈夫、大丈夫だ。大丈夫だ。大丈夫、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 大丈夫だから。本当に大丈夫だから。本当に本当に本当に大丈夫だ。君は大丈夫だ。いいことを教えてあげるよ。明日10月5日月曜日だね。ああ、月曜日か。めんどくせえなって思う。俺は思ってる。でもね、明日はね、月曜日5日でしょ。いいことあるよ。いいことがある。明日はめちゃくちゃいいことがあります。僕にじゃない、あなたに。あなたにめちゃくちゃいいことがあります。だから明日をね、ちょっと楽しみにしてほしいんですね。うん、僕がいいことするわけじゃないよ、全然ね。僕は別に大したことできないから。でもね、明日いいことあるよ。明日いいことあるよ。あなたに、あなたにね、明日めちゃくちゃいいことが起きる。明日は最高の日になる。10月5日楽しみにしてて。うん、明日だから大丈夫。うん、今日なんとか大丈夫だったでしょ。なんとか大丈夫だったでしょ。うん、本当にこのスーパーシゲルがね、みんなにパワーを送るから。本当にちょっと今から変身していいかな。変身するよ。変身。痛い。はあ、どっちだ。しゃ言うよ、言うよ、言うよ。君に向かって言うよ今から。スーパーシゲルが、スーパーシゲルが言うよ。大丈夫。大丈夫。大丈夫だ。大丈夫だ。ごめん。本当にすみません。本当にすみません。大したことできなくて。これが僕の精一杯ですね。ちょっと鍛え直さないといけないね。まあでも届いてるはず。うん、あなたのね、この脳みそに届くとかそういうことじゃないんだよね。あなたの、うん、心に届くとかでもないんだな。あなたの魂に訴えかけてるんだ僕は。あなたの魂に
魂とか初めて言ったけど、脳とかね、この心とかそういうことじゃないよ。もう魂に俺は言ってるんだ、あなたのね魂に、大丈夫だよって、大丈夫だよってこう刷り込むわけ、そうすると魂さんはね、刷り込まれるとこう無意識にね、あ大丈夫なんだろうみたいな、あ大丈夫かみたいな、こう嫌だなとかね、めんどくせえなとか、あーって思う、いろいろ思うのは全部ね脳でしょ、脳が思ってんだよね多分ね、心と、でも魂はね燃えてるんだよ、みんな魂は燃えてるんだ。だからその魂にね火をねもう一回つけるのが僕の役目っていうことにしようか、まあ実際そうだしね、まあ、とにかく大丈夫、大丈夫だよ、大丈夫。今日はちょっと大丈夫の言ってる数少ないかもしれないけどね、重みが違うからね、重みがね、今日はスーパーシエルがもう振り絞って大丈夫って言ってるからね、ふざけてませんからね、ふざけてないよ俺は、マジだからね、マジで言ってる、マジで言ってますシゲル、まあとにかく明日5日月曜日、楽しいことが絶対起こります。明日に期待して、明日あなたの魂が飛び跳ねるよ。だから今日はぐっすり寝てください。まだ寝れないっていう人は、寝たくても寝れないっていう人はちょっとね、ちょっと腕立て10回しようか、腕立て10回してちょっとこう血を巡らせてグッと、で水をいっぱい飲んでゴクゴクゴクって、水道水でいいよ全然、ゴクゴク飲んで、でいい夢見て、絶対今日もいい夢見れるから、あなたが見たいと思う夢、寝てみる夢を見て、明日を楽しみにワクワクして寝てください。逆に寝れなくなるかもしれないけど、それはそれで大丈夫、明日起きたらちょっと体はしんどいと思う、だって魂が燃えてるからね、疲れるよ、疲れるけどね吹き飛ぶよ明日は、本当に大丈夫だから、明日だけじゃないよ、明日からずっとだからね、明日からずっと、明日は月火水木金って週末に向かってまた魂が燃えていくから、自分の魂の存在をちょっとね、存在を意識しながら生活してください。そして大丈夫っていう言葉を言い続けて、口に出してね、大丈夫大丈夫、俺の魂、私の魂は燃えているってね、自分の人生を最高にする、今が一番最高って言えるね、言えるというかね、言い聞かすんだよ、今最高だ俺って、どんな状況にあっても、ああ最高だぜって、最高に最低だな俺みたいなね、何でもいい、とにかく大丈夫、一番言いたいのは大丈夫、そこなんです、あなたは大丈夫、本当に当たり前だけど明日も大丈夫って言い続けます。明日以降も大丈夫、週末だけ、週末の日曜日はスーパーシゲルが出てくるから、頑張ってよ、この日曜日最高にガッとね気合を入れて月曜日を迎えて、そしたらいいことが起こる、とにかくいいことが起こるから、明日を楽しみに、月曜日を楽しみに、サザエさん見た？サザエさん見たのね、それはそれでいい、そのルーティーンもいいよ、ね、それはそれでいい。でもさ、その自分にもね時間をちょっと使っちゃおうよ、とにかく明日楽しみに
明日また会おうね。絶対ね、絶対明日また会いましょう。ちょっと今日はいろいろ考えた結果こうなりました。ちょっとお見苦しい部分もあったかもしれませんし、顔が近いぞこの野郎って思ってるかもしれません。でもね、ちょっとでもグワッとグッてグッてグッてね、僕の気持ちを伝えたくて、真剣です、真剣にやってます。とにかく明日また会いましょう。そして明日いいこと起こるから、楽しみにね、楽しみにね。絶対だよ、絶対明日も見てよ。よし。いやー、もっと喋りたいな、もっと喋りたい。ライブでやった方がいいのかな。まあいいか、それはおいおいね、やっていきますから。じゃあまた明日、おやすみなさい、おやすみなさい、また明日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 、おやすみ、バイバーイ。じゃあね、じゃあ、じゃあ、あ、切る、切る。すいません、ちょっと調子乗ったかな今な、調子乗っちゃったな今、すいません、すいませんでした。また明日会いましょう、本当にね、明日また会うから、また明日楽しみに。じゃあね。